日本人選手では2001年のイチロー氏以来、20年ぶり史上2人目の大リーグ最優秀選手、MVP を受賞したエンゼルスの大谷翔平選手をめぐって、日本でも札束が飛び交っている。何が何でもこの国民的ヒーローをテレビ番組に出演させようと、NHK と民放キー局が躍起になっているというのだ。今年の大谷選手は、投手として9勝2敗、防御率 3.18、打者としては打率2割5分7厘、46本塁打、100打点、26盗塁という素晴らしい成績を残した。その活躍は、現代用語の基礎知識戦2021ユーキャン新語流行語大賞の年間大賞に大谷選手を表すワード、リアル二刀流ショータイムが選ばれたように、社会現象にもなった。史上19人目となる満票で MVP 受賞ということも大きな話題となった。大谷選手について、日本のテレビ局は年末年始特番に何とか出演してもらおうと必死になっているという。芸能プロ関係者は、テレビ東京を除く民放キー局と NHK が、大手広告代理店やスポーツメーカー、果ては元プロ野球選手らにも頼み込んで、大谷選手に出演オファーを出そうとしている。しかもこのご時世に珍しく、出演料に制限を設けない、とまで明言した番組もあるそうです、と語る。ただ交渉は、なかなかうまくいっていないのが実情だという。大谷選手のキャスティングに、各テレビ局が頭を抱える理由は何なのか。テレビ局関係者は、大谷選手のマネジメントは、父親が実質的な窓口になっている。要はどこのプロダクションにも所属していないため、出演オファーを出すためのルートを持っていないんですよ、と語る。さらに交渉が難航する理由に、大谷選手は普段、テレビをほとんど見ないため、出演することにもあまり興味がないことがあるという。また、聞くところによると、大谷選手が唯一好きだった番組が、大晦日に日本テレビで放送されていたダウンタウンの笑ってはいけない SP だった。でも周知の通り、今年は同番組の放送が見送られてしまった。他に芸能人とか女子アナに対しても一切興味を示さない。若いスポーツ選手には、お色気ムンムンの女子アナを取材に出し、なんとかその気にさせるという方法もあるが、大谷選手には一切通用しない。とも語った。どの番組も苦戦している中、出演してもおかしくないのでは、と言われている番組が2つあるという。一つは大晦日の NHK 紅白歌合戦、もう一つは来年1月2日放送の夢対決2021トンネルズのスポーツ王は俺だ。5時間スペシャル、テレビ朝日系だ。芸能プロ関係者は、紅白は、両親や親戚などもみんな見るから、出演を受けたと言われている。大谷選手は親孝行で知られていますからね。トンネルズのスポーツ王は俺だについては、まだ確定情報が飛び込んでこないけど、石橋貴明が所属していた帝京高校野球部の後輩が、大谷選手の古巣である日本ハムの杉谷拳士選手なので、そのルートを活かせれば可能性はあるかもしれないとも語った。2021年を振り返ると、大谷選手の活躍は欠かせない。この年末年始、地上波で大谷選手の顔を拝むことは果たしてできるのか。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。